皆さんこんにちは。おかげさまで選挙が無事に終わりました。結果は結果ですけれども、最初から私は人事を尽くして天命を待つという姿勢でこの選挙を戦ってきました。そして多くの人たちに支えられて、そして本当に多くの人にいろんなところ全国各地で会うことができて、私の、選挙公約とかマニフェストのポイントを訴えることができて、この選挙期間中だけでなくて公認内定が決まった9月時からこの選挙の準備をやってきました。毎朝の平日の毎朝の駅頭とか、週末にも駅頭とか、そして最後の戦いはこの17日間の選挙でした。だから私はこれは天命です。まあなぜこんなに低い投票になったか、まあ不要になったか、いろんな理由があるでしょうけども、皆様ももう感じているのは、多分一番大きい理由は民主党に対するあまりにも大きな反発とか、その逆風の中で民主党の信頼が国民の中で、有権者の中で失われているのは確かです。それにまだいろんな理由があったんですけれども、私は自分の姿勢と自分が訴えることには間違いがなかったと思います。それはまあ十分には有権者に伝わらなかったことはもちろん、そういう意味で私にも責任があります。そして民主党はこんな民主党になってしまったのは、私も国会議員の一人としては、それに私にも責任があります。だから私は民主党を責める気持ちではありません。しかし結果として民主党は今大変な危機に瀕しています。しかしそれはもう私の、やることではありません。私はここで政界を完全に、離れます。そして私に与えられた天命はひょっとしたらまだ全く新しい形で、それはまたどういうものになるか分かりません。もしかすると、私はフィンランドと日本の文化交流とか交流のために何かの形で役に立つことがあるかもしれません。しかしそれを決めるのも今はの段階では早いんです。とりあえず、お盆の後は3ヶ月余りフィンランドを行って、静かにそこでもちろんそこでもいろんな人に会ったりして、最後は3週間静かに、2人で妻と私と静かな別荘で山の中、森の中で過ごして、そこで、この11年間余りの国会議員の仕事を振り返ってみたり反省したり、そしてこれから私に与えられた新しい使命は何であるかを考えたりすることになります。とにかくこれは私にとっては本当に11年間の国会議員の仕事の中で最も充実した意味のある1年間、ほぼ1年間、まあ、10ヶ月でしたけれども、さっき言われたように、私は永田町だけではなくて全国を回りながら国民に会うことができて、これで、そして私たちは今はなかなかホームページを続けることできないかもしれませんけれども、インターネットで私今メールもいろんなところに発信することでありますし、あるいは皆様の方から連絡があればできる範囲でそれにも答えすることにします。本当にありがとうございました。